我们是 Exile。看不出来，平均年龄40岁，放浪恶势力跟 Takahiro 散发熟男魅力。每次开场就能看出他们高人气，更被台湾歌迷大赞冻龄外貌，堪称大学生。それは言い過ぎじゃないですか。やっぱ日本人で世界で活躍する大谷翔平選手もものすごい寝るっていうお話とかも聞いてて、だからやっぱり睡眠がその次の活力になるんだなっていうことをすごく感じているので。かのように運動をしてます。团员们表示，几乎天天花30分钟以上健身，保持好身材。但难得来台湾，到处都是美食，决定不在意热量。在台湾的切断栗子底，我想去吃啊，很多台湾的美食。台湾も明太子が美味しいって聞いたので、まあ、食べたことないので食べてみたいなと思います。ユンドゥン、ユンドゥンっていうウークチってあのウコッケ。喋る魔法のスープって言われるぐらい。身为台湾女婿的阿基拉也分享返台必喝的养生汤，除了称赞美食外，也分享旅日私人景点。ホッピー通り、焼き鳥だったり焼き豚だったり、神社の総本山、伊勢神宮、三重県の、やっぱり。伊勢神宮はスーパーパワースポットなので、因为旅日台湾人越来越多，日本观光厅就公布今年第二季的外国访日旅客消费数据，台湾访日的消费金额直接超过其他国家，排行第一。台日友好也互相带动观光产业。华视新闻林立婷、刘俊南、黄瑞玲台北报道。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。